勉強自体に意味はない。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は伊豆高原の桜の里からお届けしています。ちょうど桜が超満開のですね、素晴らしいタイミングで撮影中でございます。今日は質問いただきました。さくらんぼさん、34歳男性。勉強していても本当に将来的に役立つのかまだわからない段階でも気になってしまいます。どう考えると良いでしょうか。確かに私も高校生とかの頃に同じようなことを考えましたね。そういう微分積分とかね、やっててこんなの将来役に立つんかよみたいなねと物理のなんとかの法則とかね、物理の分野とかに進むのはあれだけども、こんなもん将来一体どうやって役立てんだよみたいな、そういうことっていうのは往々にして思いまして、結論から言いますと、私たちはいろんなことを小学校、中学校、高校、大学で学んで、日々本を読んで学んでますけども、インプットしたことの 99% は使われません。残念なことに。だって使ってないでしょ皆さんね。昔の教科書こう開いてみたらいいと思いますよ。方程式とか使ってますかね皆さん。毎日めったにいないと思うんですね、方程式毎日使ってる人ね。そう考えると、今やってる勉強が将来役に立つのかっていう疑問に関しては 99% は役に立たない、無駄とは言わないですけどね、役に立ってないっていうこと。日々の情報も同じなんですよ。皆さんテレビとかニュースとか見るけども、以前私が行った実験では、ここ1週間の間にインターネット上で見たニュース、ブログの記事などをできるだけ思い出せるだけ書いてください、1分間でっていうねワークをしてもらったところ、平均で3つです、書けたの。多い人で5つとか、最大でも7ぐらいで、10以上書く人って100人いても1人いるかいないかぐらいなんです。つまり大体平均で皆さん1週間で100個以上ニュースとかブログとか読んでるとしたならば、せいぜい覚えてるのは3つで 97% 忘れてんですね、1週間目の段階でですよ。1ヶ月経つとほとんど忘れるでしょう、 99% なので、情報っていうのは頭に入るけどもほとんど使わないで忘れていきます。で、使ってる情報だけが、アウトプットした情報だけが記憶に残る。これアウトプット大全で何度もお伝えしてますけども、アウトプットした情報だけが記憶に強化されて残るんです。使う情報だけは残ります、使わない情報は捨てられます。つまり 99% のインプットは無駄ということになりますね。それをまず歴然とした事実として、まず皆さん受け止めるべきだと思います。逆に言うと、テレビ見ても無駄だし、ネット見ても無駄なんですよ。アウトプットしない人はね、全部忘れるわけだから。だからスマホとか見るのとかやめた方がいいと思うんですけども、ほとんど何の役にも立たないでしょ。もし役に立ってるってなら、じゃあ1年前に見たブログの記事とかで役に立ってるものがあったら言ってください。それをインターネットで見たニュースで、1年前に見たニュースで今も役に立ってることがあるんだったらね、言ってほしいんですけども、役に立たないんですよ、ね、じゃあ勉強って必要ないのかって話になってくるんだけど、勉強っていうのは完全なるインプットなんですよ。頭の中に情報を入れるっていう作業がインプットなので、インプット自体には何の意味もないんです。さらに今最近ではネットで検索したりできますので、記憶すること自体にも意味がないんです。だから勉強自体には何の意味もない。ただ頭の中が空っぽだと、アウトプットというものができない。アウトプットをすることによって初めて現実が変わる。これはもう何回も言ってるのでご存知と思いますけど、アウトプット大臣でも言ってますし、 YouTube でも言ってますけど、本を100冊読んでもその内容を誰にも語らないし、その内容を実行しなければ現実が変わるはずがない。その内容を人に言ったり自分で行動したりするから現実が変わっていくので、アウトプットして初めて現実が変わるんですね。だから重要なのは、どれだけたくさん勉強するかとか、何を勉強するかじゃなく、あなたが何をアウトプットして何を実行していくかっていうことなんですよ。学びというものをインプットにフォーカスするとものすごくつまらない。学校の勉強が一番そうですけど、ものすごくつまらなくて、ものすごく無駄で、やってもしょうがないように思えてきます。で、それは真理なんです、正しいんです。アウトプットしない限り無駄なんだもん。だってだから、じゃあ皆さんはそれをどうアウトプットしますかっていうところにフォーカスしていったらいいと思うんですね。だから本を読んだらちゃんとアウトプットして、身につけて、実際に実践して、役に立って、あ、自分の人生が変わってるなっていうところまで持っていて、初めてその学びというか勉強が初めて役に立つわけだから、インプットとアウトプットを組み合わせない限りは、あなたがどれだけ勉強しようが、100冊本読もうが、1万冊本読もうが、何の役にも立たなく 99.99% 忘れるだけっていうのが学びの現実でございます。なので、皆さんインプット中心の学びをしている人がほとんどなんだけども、そろそろアウトプット中心の学びに切り替えていくべきです。アウトプット中心の学びっていうのは、こういうふうに人に話したり説明するってことがアウトプット中心の学びなわけですよ。だから私も本もたくさん読みますけど、こうやって人に話したり説明したりしないと忘れるんですよ。それはだからこうやって説明してるんですね。そういう勉強したら将来役立ちますかっていう質問に関しては、あなたがきちんとアウトプットをしていけばものすごく役立つよ。もしアウトプットというものをしないのであれば、 99.99% は忘れますし、ほとんど何の役にも立たない。これが勉強の現実、私が考える学びという勉強、インプット型の勉強の現実でございます。ということで、インプット中心の勉強には何の意味もないというのが私の結論。インプットとアウトプットを組み合わせた勉強はものすごく意味があるので、ぜひアウトプットと組み合わせて、皆さんの学びというものを実際に使う、活用する、行動するということで身につけて、あなたの人生を変えていってほしいなと思います。
今日の話はアウトプット大全に非常に詳しく書かれております。あるいは4月1日に発売されたエッセンシャルアウトプット、10代の皆さんにも分かりやすくアウトプットを説明した本ですけども、これは10代の皆さんに限らずですね、普段本を読まないような人とか、樺沢の本は長くて読みづらいよという人にもものすごく分かりやすくアウトプットを解説した一冊なので、アウトプットで自己成長したいという人はエッセンシャルアウトプットぜひ読んでほしいなと思います。精神科医樺沢紫苑のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。